時間です。はい、司会進行を務めさせていただきますチアドラゴンズ2019セリナとピアスです。よろしくお願いします。はい、早速マスコットを呼んでいきたいと思います。はい、シャーロン、パオロン、ドーラー、どこにいるのか、サイバーイ、ドーラー、ドーラさん、かわいい。ちょっとドーラさんは諸事情でちょっとゆっくり登場します。アップアップしとる。そろりそろり。今日、また。じゃあとりあえずピアスから今日のマスコットショーでやることを説明してもらいます。はい。顔見えてない。顔見えてない。はい、じゃあ説明させていただきます。今日は5月5日。何の日かわかりますか？子供の日。はい。はい、正解、子供の日です。ということで、お子さん一人にちょっと協力してもらいたいと思います。お子さんにある質問をして、その答えをシャオロン、パオロン、ドーラに当てていただきたいと思います。ということで、協力してくれる人。あ、じゃあどうしようかな。さっき大きな声で答えてくれた男の子、やってみようか。よし、じゃあステージの上に上がってきてください。シャオロン優しいですね。はい、じゃあ真ん中の方に。はい、お名前聞いていいですか？お名前は？ソータ、ソータ、ソータくん。じゃあソータくんに質問です。将来の夢は何ですかっていう質問です。じゃあ考えてもらって、みんな、3体のキャラマスコットたちにも考えていただきます。はい、こっそり、こっそり聞いていいかな。聞いて、決まってる？ピアスにこっそり、ちゃん、シャオちゃん、聞いちゃダメだよ。聞いちゃダメだよ。じゃあこっから質問、ピアスから質問してって、みんなと一緒に考えてもらいましょう。はい、ピアス、質問していける？ソータ君。はい、すごくいい答えを出してくれました。ちょっと待って、早い。YouTuber、まあ、確かに、ね、割と上位だよね、今年の。ピアスが調べてくれたんですよ。はい、私調べたんですけど、小学生男の子のなりたい職業ランキングで YouTuber は6位でした。6位、すごい。なんか兜のかぶり方がこっちの方が安定ですね。で、ソータくんが今こっそり聞いた答えは1位でした。おお、じゃあ当てやすいっちゃ当てやすいかもしれないですね。当てやすいと思います。じゃあパオちゃん、はい、どうぞ。球団職員、それはそれはドラゴンズの球団職員ですか？じゃあ将来入って働いてもらえますか？違いますね。公務員、公務員わかる？わかんないよ ね、 ね、先生とか。公務員安定して、シャオちゃんかけた？はい、はい、質問する前にちょっと待って。野球選手、どうですか？合ってます、正解。意外とすんなり、さらに待って、タワラさん書いてくれたのに。ちなみに、どこの野球選手ですか？株をやったりする。将来の夢が株？笑ってる。もう答え出てますから、うん、質問する前にいっぱい答えてくれたんで、はい、じゃあちゃっちゃっと終わっちゃいましたが、参加賞としてドアラさんからいいですか？あ、そろりそろりとお願いします。落ちないよ、ね、ドアラさんから受け取ってください。開幕で配ったアムアム拍手して、ありがとうございます。すいません、なんか思ったより終わっちゃった。早かったです、すぐ終わっちゃった。はい、どうしましょう。でも半分の、あと半分あるの
ので、はい、次行きましょうか。次行きましょうか。はい、次は、はい、あと年号が令和に変わったということで、令和に流行りそうなもの、はい、流行りそうなことを3体にちょっと予想してもらいたいと思います。ちなみに平成で流行ったといえばやっぱタピオカだったり、うん、パンケーキもそうやけど、ゲームボーイ戻ったね。ゲームボーイもしっかり流行った。平成で流行った DS とかね、とかね、はい、タマゴッチとかね、はい、思えばね、物も食べ物だったりゲームだったり、うん、何 PC エンジン PC エンジンって何それパソコンパソコンエンジンごめんなさい、崩れちゃう。ああ。パソコンエンジン。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとの間仲良くしてください。あと5分でいいんで仲良くしてください。ね、シャオロンパオロン考えれた？なんだろう、あと。まだ。めんこ？待って。めんこって昭和じゃないかな。ね、戻ってる。ね。なんか前回の私が司会した時からあの振り返りすぎ、いろいろその振り返りじゃないけど、あ、じゃああの時は振り返ってくれなかったんだ。今日はすごい振り返りすぎすごい振り返ってる。翔ちゃんも振り返ってる。違う違う、未来を予想してほしいです。未来を予想してほしい。前回は多分思い出を聞いたんですよね。で振り返ってって言ったら、はい、未来、あ、その日のことを言ったのか。あ、そう、未来は PC エンジンから進まなくなっちゃった。考えてくださいよ。何？え、シャオちゃん思いついた？あ、パオちゃん思いついた？シャオちゃん出して、シャオちゃん。あ、何？セガサタン。エビ？ゲーム？ゲーム？わからないです。え、昭和ですか？平成ですか？昭和。あの、私たち生まれてないんですよ。突っ込めないし。ソシナさん、はい、シャオちゃん何かありますか？ブラジル、あ、なるほどね、料理でね、ご飯系でね、なるほど、流行るかもしれないですね。どうぞ、はい、パオちゃん。パオちゃんはセグウェイ。セグウェイ、もう一般化しちゃうかもしれないね。みんなもう、え、でもここみんなセグウェイだらけだったら二人分必要だからね、座ってもらうのに。セグウェイのパオちゃん用のやつを特別に作ってもらわなきゃ。ちょっと大きいやつじゃないとならないかもしれない、まあ、確かにね、ネオ選手も流行るかもしれないし、流行るって言うのか、人を活躍する。ドローンね、すごいいっぱい出てくる今日。ドローンってもう平成でちょっと流行りました。あれは流行った、どうなんだろう、流行ったっていうか使ったでもどうなんだろう、私たちも使うようになるのかなってところですよね。一般に使えるようになって流行りっていうから、どうなんだろう。そうですね、あと一個ずついきますかね。イオン名古屋ドーム前セグウェイになってるから、セグウェイになってる。イオン名古屋ドーム前が流行りますか今年もね。平成、今年もじゃない、令和もリスクシステム、ま、何リスクシステムって、またすごいのを出してくるな。だから振り返りすぎなんです。絶対突っ込めないから分かんないから。そう、未来の話。マリオ2昭和なの？え、じゃあファミコンの？え、全然分かんなくて。ねえ、ドラさん笑ってくれて。コシナさん、それはもう意外といい時間出してくれたから、うん、なんか意外とポンポン出してくれたから時間が過ぎちゃった。こんな感じで、あ、最後にドラさん、これ皆さんに写真撮ってもらって終わりますかね、せっかくなので。そうですね、ちなみにパオちゃんもずっとかぶってくれてるんで子供の日の。焼肉って書いてあります。あ、ちょっと待って、ドラさん、それかぶってくれなきゃ。欲しいよね、リサイクルカブト。あ、これ昨日使った画用紙、パオちゃんのやつ、これ昨日使った画用紙を使ってカブトにしてくれてる。あ、ぶつかるよ、ぶつかる。ちょっと意外と時間がない。
ないので写真撮って終わりましょう。はいはい、前向いて違う違う、ローラさんをみんなが撮るのじゃあピアス進めて。はい、じゃあちょっと兜被ってください。ローラさん頭にかぶってほしいな。いいじゃん。右向いて、右の方向いて。いいのこれで、これでいいですか。もうこの辺で大丈夫ですかね。いいですかね。いいですかね。見ましたか皆さん。はい、じゃあ終わりましょう。締めましょう。じゃあこんな感じで今日もぐだぐだすみません。子供の日ということで、カブトをかぶったショーロン、ポーロン、ドアラでした。